RB199。左が前方で空気取り入れ口につながり、右が排気口。排気口上化の2枚の板は逆水力装置。ターボユニオン RB199 は、ロールスロイス、マトゥー、フィアットアビオの合弁企業、ターボユニオンによる低バイパス費、ターボファンエンジンである。ジェット攻撃機、戦闘機トーネード IDS、ADV は、 RB199 を2発搭載する。かつては FSX 初期案において搭載エンジンとして p w 1 1 2 0 i 4 0 4 i 2 j 1と共に検討されていた。RB199 はモジュラー構成である。1972年、RB199 はアブロバルカンに搭載されて飛行試験を行ったが、 その機体はかつてコンコルドに搭載されていた、ロールスロイスオリンパスの実験にも使われていた。マーク104の派生型である RB199 から122は、台風フの試作機である DA1 と DA2 に搭載され、本来のエンジンである EJ200 が手に入るまでの間使用された。3つのタイプが存在する。いずれも三軸式であり、制動用にスラストリバーサーを装備している。 多途時として、重爆層での出撃任務をも担当する上、逆噴射装置や、可変翼を装備しているため、機体規模の割に重量課題になりがちなトーネードに合わせて、エンジンの特性は小型で、水力重量比が大きく燃料消費率が少なく、なるように設計されている。湾岸戦争やイラク戦争における、トーネードの活躍を反映して、イギリス空軍、ドイツ空軍、ドイツ海軍、 サウジアラビア空軍、イタリア空軍において、総計500万飛行時間以上の運用実績がある。ありがとうございます。